ちぐはぐ裁判官コンビがスクリーンへ。なんでいるの？絶対にありえない。そんな彼らが今回挑むのは、職権を発動します。職権発動？止められなかった。海難事故を調査します。これって国家権力に盾突くことになるんじゃ。貨物船西欧丸との衝突事故、関係者を刃物で切りつけ怪我をさせた事件の初公判。何を隠してるんですか？全てを明らかにする。それで国が守れますか？ガンガン調べよう。この工場、何か裏がある。苦しんで声を上げられない人を救えるかもしれない。環境汚染などないんですよ。なんで？あなたは怖くないんですか？最後まで真実を追い求めるつもりです。根拠なんです。法律の限界に踏み込めば誰もがもがき苦しみます。いい加減目覚ませよ。もっと悩め、坂間千鶴。そこまでして何を守るって言うんです？それでも守りたいものがあった。映画イチケイのカラス。心がポキッと折れた感半端ない。心がポキッと、この私がありえません。いいです。